面白山信号場は、山形県山形市山寺面白山にある、東日本旅客鉄道仙山線の信号場である。奥新川駅より面白山高原駅方向に約 7.7km に、ある2線の信号場。全長 5361m の線山、トンネル内に設置されている。2線とも、信号が片側にあるために一方通行である。かつては、 信号場から約 1km 先のトンネル、山形片出口に信号扱い所があり、面白山狩上工場として上降ができた。後に、常設駅の面白山高原駅に昇格して、現在に至る。トンネル内の信号場のため、1985年3月の自動閉塞 CTC 化まで、奥信川東信号場山寺は連動閉塞を使用して、 タブレット樹脂を開業時から不要にしている。現在は自動閉塞 CTC 導入で信号扱い所は撤去された。1985年3月の仙山線 CTC 鎌では本信号所内で列車の交換が行われていたが、その後臨時列車、業務用列車の交換用にのみ使われるようになった。2006年3月18日のダイヤ改正から、 再び一部の旅客列車でも交換が行われるようになったが2008年3月15日のダイヤ改正で再び通常ダイヤ時における交換がなくなった。現在でも運行ダイヤが乱れた時は等信号上で列車交換が行われる場合がある。ありがとうございます。